商品の売上の一部を共同募金に寄付するプロジェクトに県内の会社が新たに加わり橿原市内で調印式が行われました募金百貨店プロジェクトは対象になる商品を消費者が購入すると売上の一部が赤い羽根共同募金に寄付されるものです 新たに登録されたのは、企業や家庭にさまざまなアドバイスを行う生駒市の会社、スコーポです。今日は、県共同募金会の吉川正俊会長とスコーポの代表取締役、早崎博さんが覚書を交わしました。プロジェクトには7例目の登録となり、早崎さんは奈良の町のお手伝いを末永くやれるようにと思いますと抱負を語りました。 今後、スコーポで取り扱った相談料の一部は共同募金へ寄付され地域の社会福祉活動に役立てられます。